私のおすすめ FX500 です。このラケットは、パワーに優れてて、ま、あの私はパワー重視の、テニスを目指してますんで、このラケットを推奨します。でストリングスは、バイト、エクスプロシブバイトっていうストリングス、この相性がバッチリです。お互いのラケットのストリングスの良さを最大限に引き出す、コンビネーションだと思います。パワーアットフルホース。はい、私は、FX の500を使用しました。パワーがすごく出るラケットなので、ぜひ打ってみてください。以上、使用ストリングはアイコニックスピードです。パワーとスピンを兼ね備えたガットになりますので、ぜひトライしてみてください。パワーとフルフォース、ドドン。はい、私のおすすめは FX500 です。普段薄いラケット使ってますけれども、こちらのラケット中圧フレームに関わらず、シャフトの部分にフレックスタッチレジン、柔らかい繊維を使うことによってかなり打球感が柔らかいです。ボックスタイプを使っていてパワー不足を感じている方、ぜひ使ってみてください。また今回、私がベストマッチだなと思ったのがエクスプロシブバイト、非常に柔らかいストリングで、球持ち感が良くなるので、どなたでも癖なく使ってもらえるセッティングじゃないかなと思います。皆さんもぜひお試しください。パワーとフルフォース。